日テレベッキー番組今週打ち切り。タレントベッキー32がゲス不倫騒動のためレギュラー出演を見合わせている日本テレビ系のバラエティ番組真実解明バラエティトリックハンターが今週の改編で終了することが分かった。ベッキーがレギュラーに名を連ねていた地上波番組9本のうち打ち切りは初めて。ロックバンドゲスの極み乙女のボーカル川谷絵音27との不倫騒動で1月末から休業していたベッキーは2016年5月13日に放送されたレギュラー番組中居正広の金曜日のスマイルたちへ TBS 系で104日ぶりに復帰。中居を相手にか渡美と不倫関係にあったことや1月の会見で嘘をついていたことを認め謝罪した。久々の登場とあって 24.0% という高視聴率を記録。ビデオリサーチ調べ関東地区注目度の高さをうかがわせた。